はい、おはようございます。栃木百名山ハンターのサラメでございます。今日ですね、来ました山なんでございますけれども、栃木県の益子町というところにね、あります天巻山を今日は登っていきたいと思います。こちらなんでございますけれども、栃木県とですね、茨城県のね、まあ、ちょっと境目あたりにある山なんですけれども、この辺の中ではですね、一番こうメジャーな山になってます。でちゃんとね、登山の駐車場ということで、こんだけね広い、駐車場がありますんで、こんな感じでございますね。今ね、まあ、2名ですね、もうすでに登っているような感じでございまして、意外にね、土日なんかは混雑する山なんで、今ね時刻がちょっと早いんでね、まだ6時半ぐらいですかね、まあそんなところで、まだね人が少ないうちに、登っちゃいたいと思いますけれども、まあそういったことで、ね、早速これからですね登ってみたいと思います。はい、そういったことでね、いきなりですね、こちらもうね駐車場から分岐になっておりますけれども、天巻山方面と足尾山ですかね、方面の分岐になってます。こちらですね、まあ私はいつもですね天巻山方面まずね、決めておりますんで、こちらから行ってみたいと思います。はい、また分岐がやってまいりまして、こちらどちらもね天巻山に行けるんですけれども、左がですね一番最短ですね、で右がちょっと大回りになるんですけれども、展望スポットがありますんで右に行ってみたいと思います。でここから本格登山になりますね。よし、はい、こんな感じでですね、なだらかなね坂が続いておりますけれども、意外と地味ですね。ここでですね、初心者の皆さんね、ポイントなんですけれどもね、結構これ急いで行けちゃうんですよね。ですけれども、まあ、登山開始してですね、30分がね私は結構ポイントだと思ってまして、ここで行けてもあえてブレーキをして進んでいくってことですね。最初に自分の本当に、ね、9割10割のパワー使っちゃうと後々ですね、疲労が溜まってしまいますんで、あえて行けても力半分ぐらいで5割ぐらいでですね、ゆっくり登っていくのがねポイントです。そうしますとね、これ30分もやってると体が慣れてきますんで、そうするとね、休憩してあ疲れちゃったみたいなことがなくて、ずっと歩ってねられるようになりますんで、これゆっくりですね。ここももう力5割ですね。ゆっくりゆっくりゆっくりいく感じですね。温存しながらね、ちょっとね坂がまた急になってきましたけれども、こんな時はねまたゆっくりですね。よいしょ。初心者の方はもっとゆっくりでもいいかもしれないですね。私の半分ぐらいのスピードでいいかもしれません。一歩一歩のこのスピードもね。はい、ちょっとしたね、高度が上がってきまして、軽い尾根っぽくなってきましたけれどもね、まあ、こんな感じでですね、針葉樹林の、まあ、杉林みたいなね、ところからね、こういった紅葉樹林ですね、こういったところにね変わると結構展望もこんな感じで良くなりますんでね、私はねこの紅葉樹林のね、ところ歩くのはねいいですね。はあ、日の出がまだ来てないんでね、これから日の出に間に合うかな、多分まあダメかもしれないですけどね。さらに坂が急になってきましたね。よいしょ。これからもう日の出ですからね、これね。よいしょ。はい、今ね、日の出来ました。展望スポットまでね、ちょっと間に合わなかったですけど。いやー、パワーもらえるんですよ、この日の出ね。太陽見るとね。いやー、いいですね。高度上がってまいりました。進んでいきたいと思います。ね、こうやって太陽上がってくるとね、最高じゃないですか、このパワーがね。一気にね、みなぎってきますよ、パワーがね。よっしゃ。展望スポットまでね、もう少しでございますね。もうね、高度が上がってきましたね、相当。こちらもね、なかなか動画ね、伝わらないかもしれませんけれども。結構、高度上がってまいりました。もうちょい。よし。結構ね、急になって。
ましたね。もうちょっとですね。あの上がピークですね。おー、展望スポット到着いたしました。結構ね風がありますんで、大きい声を出させていただきますけれども、あ、こちら水戸屋さんの山頂なんですね、これね。いやー最高ですよこれ。いやー綺麗だなこれ。いやー、いやー言葉はいらないですねこれはね。これはね、ハガフジですね。綺麗にね、こんな感じで富士山と同じね、独立法的な綺麗なね山でございます。あれハガフジでございますね。あと反対側もね、展望がいいですね。日の出はね、日の出もこちらから見られますね。こんな感じで。いやー最高だね。いやー、いや、ちょっとね惜しいですけど、まあ、また天巻さん行きますか。いやーちょっとねここに30分ぐらいいたいですけどね、まあ、あれですね、行かないとね時間過ぎちゃいますので、これから天巻さん山頂向かいます。いやー展望スポットがね連続しておりますよこれ。いやー最高でございます。いや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 、いやー最高ですね。よし、いやーいいわ。はい、もうアップダウンのね尾根歩きですんで連続でございますね。こんな感じでございますね。よし、こちら展望スポットでございますね。またね、はあ、いいですね。でぐるっとねこんな感じで、浜巻さんもねあれですね、ちょっと枝で見えづらいかもしれませんけど見えます、ここから。でぐるっとこちらのコースね、周回コースがもうここからも一望できますね。ずっとあんな感じで、尾根伝いに、まあ、周回するような流れになってますね。よし、はい、前方に岩場がありましたね。ただね、岩場は登るわけじゃなくてちゃんと回避するルートがねありますので安全でございますね。もうちょっとでね天巻さんの山頂でございます。よいしょ。あ、なんかね分岐になってますね。こちら左がね階段の道で、右が岩の道なんで、まあ私サロミはもちろん岩の道でね選択ですよね。よっしゃ、はあ、岩の道どんな感じですかね。よっしゃ、よいしょ、よいしょ、おい、よし、まあ全然小菓子山よりも安全ですね。まあ、普通ですね。全然岩じゃないですねこれは。はい、はい、栃木百名山天巻山の山頂に到着いたしました。いやー素晴らしいですね。山頂はですね結構大きめですね。こんな感じで休憩所もね充実してますんで、よし、よっしゃ、こちらですね展望塔がね、先にありますんで、ちょっとねこちら行ったことないんで、せっかくなんでまだ時間早いんでね、行ってみたいと思います。よいしょ。はい、こちらが展望スポットっていうことなんですけれども、周囲はですね、まあ、こういった感じで木に囲まれちゃってるんですけどね、展望、あ、あれ、あ、あれですね、展望台が、あったあったあった、これだ。あ、いいですね。
展望台がありました。ちょっと登ってみましょう。よっしゃ、どんな感じでしょうこれ、木の階段でね。よっしゃ、よいしょ。まあちょっとね、前に木があって微妙でございますけれども、まあいいでしょう。はい、まあ、こんな感じでございます。よっしゃ。まあそういったことで、また天巻さん経由で、下山の運びを取りたいと思います。よいしょ。はい、やっぱりね、天巻山頂の方が全然展望がいいですね。はい、それではこれから足尾山経由でですね、下山の運びを取りたいと思います。よっしゃ。はい、下山道はねこんな感じで、まあ、こちらのねルートもかなり、歩きやすいですね。整備されてます。よし。まあね、私はトレイルランニングやらないんですが、こちらのねルート、本当にトレイルランニングやるにはね最高にこれ気持ちいいルートだと思いますね。いやー、最高です。はい、こちらスポットになってますね、シシコロゲ坂ということでね、まあ、急斜面だよということだと思うんですけれどもね、イノシシもね、怒っちゃうよと。あー、なかなかそうですね。はい、ただね、ちゃんと整備もされてますんで安全でございますね、こんな感じで。はい、 OK でございます。はい、分岐到着しましたね、こちらがね、峠ということでございまして、右行けばですね、さらにピークですね、足尾山で、左に曲がれば登山口の直近でですね、下山ルートになってますね。で、せっかくなんでね、足尾山を経由で行きたいと思います。おーっしゃ。あー、御嶽山っていうんですかね、こちらいいですね。今ピーク来ましたけれどもね、あー最高でございますね、これは。いやー、最高だな、この景色は。これ絶対回ってくるべきですね、ここはね。降りちゃうのはもったいないわ、最短で。あー綺麗だ、あそこに葉が富士が見えますけれどもね、最高ですね。ここからですね、また今度は足尾山の方に向かうんですが、まあ、初めての鎖場でございますね。鎖があります。まあ、ちゃんと足の踏み場もしっかりしてますんで問題ないですね。いや、しかしいいですね、最高ですね。はい、こちらですね、本日最後のピークということで、足尾山 413.1m 到着いたしました。まあ、こちらはですね、先ほどのね、御嶽山と違ってね、見晴らしはそうでもないですけれども、まあ、こんな感じでございますね。はい、それではですね、さらに進んでまいります。下山までもう少しでございます。はい、今ね、沢に降りてまいりました。こっからはですね、まあ、沢の下りの感じですね。これは注意ですね、ちゃんとロープがね、設置されてますけれども、一枚岩になってますんでね、ここはちょっと注意していきたいと思います。お、なかなか、なかなかですね。ほら、結構滑りますからね、これ注意です。これ一枚岩ですからね。よいしょ、よいしょ。おお、開いた。おお、滑っちゃったこれ。そういうわけでございます。これ撮影しながら、これ危ないね、これ。ああ、これ、まあそういうわけで、立て直します。はい、今ですね、沢奥ね、クリアしましてね、沢の横をね、こう、沢伝いに下山してくるルートになっておりますね。よいしょ。もうちょっとですね。よいしょ。もうちょいです。いやー、また沢の合流かな、これ。よいしょ。あ、そうでもないな。
OK です。はい、茶屋甘巻きということでね、こんな感じでピザ屋さんですね、いいですね。でもう見えました、駐車場があちらでございますけども、まもなくね下山完了でございます。いやー本当にねやっぱり人気の山ですね。もう登山客がねやっぱりもうこの時間になっちゃうと、今9時半ぐらいですけれども、本当多いですね。駐車場もこんな感じでもう満員になっちゃいましたよ、これね。すごいわ。はい、今ですね、無事下山完了いたしました。そういったことでね、本日登りましたのは栃木百名山の甘巻山でございますけれども、本日登ったルートが、まあ、一番このルートの中で大回りでね、まあ、ロングルートで面白い、ね、ルートになっております。あと今回のスポットの中でですね、まあ、危険箇所はほぼありませんでしたが、最終のですね御嶽山から足尾山までのルートですね、ここが鎖場が1箇所あったと、あとは足尾山からの下山のルートで沢を降りる箇所が1箇所2箇所、まあ、危険箇所私が感じたのは、ね、ありました。で、まあ、案の定ですねカメラ片手に撮影してましたんでね、ちょっと転倒してしまいましたけど、まあ、そういったことでございます。ただね滑落をする危険箇所っていうのは、まあ、御嶽山からの直下の場所ですね、それ以外のところは、まあ、安全だと思いますので、まあ、今年、富士山に、登ろうなんてね思っている方はですね、非常に今回のこの山はね練習になる山だと思いますんで、おすすめの山でございます。まあ、以上になります。そういったことでですね、また山動画の方も上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。